はい、こんにちは。栃木の竹志農場です。ヘチマのね、つるあげします。前回ね、嫁が来てやってったんですけど、よっこいしょ、はい、またね、つるが伸びましたのであげていきます。日本人はね、あんまりこうヘチマを食べるって習慣ないんですけどね、中国人は食べるみたいです。で、今年はね、運よく種を買わずにね、苗がね手に入りましたのでラッキーでした。これもね、前回も言ったようにね、需要が少ないんで、ホームセンターもあまりたくさん置いてはありません。ですから、たまたま行った時に、買えないともう買えないみたいな感じですね。かといって、じゃあ、そう、足しげくね、通うわけにいかないんでね、これ一本のためになんで、本当、今年はラッキーでした。で、何年か前にね、いつ入るんですかって聞いたことはあるんですけどね、従業員の方もいつ入るか分かんないってそりゃそうだよね、店先の人はそんなの分かんないもんね。そんな返事が返ってきましたんでね、買える時じゃないと買えないって、当たり前っちゃ当たり前なんだけどね、なかなか、そのオーダーして、本当に必要なならね、オーダーして買うしかないんですけど、別に自分で苗を仕立てでもいいんで、そこまではしなかったんですが、今回はね、運よくね、はい、買うことができました。よっこいしょ。ちょっと紐が短いか。よっこいしょ。なんとか出てこい。あ、出てきた、出てきた。どんな格好にか縛ってあれば。はい、こちらも1メーターくらいになりましたかね。はい、こちら1メーターぐらいになりました。これがね、今のヘチマの様子です。以上です。